鳥の8月山中湖畔で一人締めのように、木漏れ日せせらぎキラキラ水面はあたかも歌のよう、ぼっとこいてる団長のまぶしい笑顔を眺めながら、白いコンバース汚れも気にせず湖畔を散歩する。別荘からそう遠くなければ一人で出てもいいと許しが出て、一歩一歩がすごく貴重なもののように感じながら、ゆっくりゆっくり歩く。忘れてゆくものって何？箱の中に閉じ込められてわからぬことばかりなのに、私は一体何者から、何から卒業したの？緑の8月山中湖畔で一人答えを出す。木漏れ日せせらぎ自由のなさは続いてゆくのだろう。踊りのさえずり我が紹介を、これすなわち青春と朝と開くかの。